あのさ、俺そろそろ家に帰ってもいいかな。バイトの時間なんだけど。だって俺がいたってどうなるもんでもないし、それに関わりたくないんだ、こういうこと。忘れたいんだ、流星塾のこと。俺ただ普通に生きていきたいんだ。いやだ、俺は関係ない。俺はもう流星塾とは関係ないんだ。いやだ、俺は帰るんだ、家に帰るんだ。ごめん、やっぱ俺には無理だよ。俺は君のようにはなれない。関わりたくないんだよ俺。草加の言う通り、俺も戦わなければならないのかもしれない。やってみるさ。俺に何ができるかわからないけど、教えてくれ。君は敵なのか味方なのか、人間なのか、オルフェノフなのか。もうやめてくれよ。もう俺に構わないでくれよ。もうほっといてくれよ。もうダメなんだよ俺は。もう俺は戦えないんだ。デルタギアを持つ資格なんて俺にはないんだよ。嫌なんだよ。無理なんだよ、デルタとして戦うのは。俺なんかじゃ嫌だ。俺は戦いたくない。戦いたくないんだ。こんなもの、こんなものさえなければ。リナー、リナー、リナー、俺どうすればいいんだよ。俺はリナ。草加、俺も戦う。今度こそ本当にデルタとして。ごめん、もう大丈夫だ。お前の強さもらったからな。力になれればいいと思う。俺たちと同じように身寄りのない子供たちのために。よせ、俺も彼が敵だとは思えない。父さん助けてくれたんだ。違う、父さんだった。あれは俺たちの父さんだった。草加、草加、草加、俺の中で生きてくれ。君の強さを俺にくれ。逃げるんだ。やめろ。結局怖いのはオルフェノクの力なんかじゃなくて、力に溺れる人間の弱さなんじゃないかな。でも人間には人間にしか持ち得ないものもある。